美味しい。いいっすね、ペッパー。これはご飯が進む。酸味がいいっすね。酸味がね、ちょっとバルサミコのね。こんにちは、青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のレシピは今日は鶏もものガーリックペッパー風味でございます。お、唐揚げいいっすね。唐揚げはうまいっすよ。で、ちょっと美味しいブラックペッパーが手に入ったじゃないですか、うん、はい、なのでペッパーががっつり効かしたスパイシーチキン作りたいと思います、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。はい、もうね、はい、冷たいドライなワインでもいいし、ビールでもいいし。ビールがいいっす ね。あと多分結果唐揚げご飯に合いますからね。ご飯のせて食べたいですね。今日はあのご飯にとっても合う味付けでございます。あ、そうか。はい、鶏もも肉、ニンニク、白ワイン、片栗粉、塩、胡椒、オリーブオイル、バルサミコ、蜂蜜、醤油、揚げ油です。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。また公式 LINE で友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。どちらも登録お願いします。はい、それでは鶏肉を一口大にカットしていきます。今日はもも肉ですね。今日はもも肉でいきます。ありがとうございます。はい、皮付きもも肉です。約 400g たっぷりいただきましょう。大きめでね。これあのもちろん多めに作って翌朝のお弁当とかもいいと思います。多めに作りたいですよね、やっぱ。作りたいです。せっかく揚げ物するときはね、ちょっと多めに作りたいですよね。そうなんです。うちも3人家族ですけど、下手すると2枚から3枚。そうですね。こういうときは3枚ぐらい、もう1人1枚の計算で揚げます。4人家族大変でしょ。3枚ぐらいまで揚げました。3枚ぐらいあげても足りなくない？はい、大人はだからあんまりちょっと食べない。食べらないよね。大人もいっぱい食べたいじゃないですか。でもそうですね、食べたいよね。うん、はい、だからいっぱい作ってください。ほんとせっかく揚げ物やるんだったらもういっぱい作ると。はい、それでは鶏肉に下味つけます。ガーリックペッパー風味でございますから、下味にもニンニクとブラックペッパーしっかりつけたいと思います。はい、じゃあニンニク1かけ使います。軽くお塩します。で、これは下味ですけど、ほんと軽くでいいです。そしてブラックペッパーたっぷり引きます。美味しいブラックペッパーです。はい、こちらスリランカのオーガニックペッパーでございます。たっぷり引きます。ブラックペッパーってやっぱ健康にもいいんだって、うん、健康にいいんですか、うん、ピペリンっていう強力な抗酸化作用がある、うん、成分があって、うん、ピペリン？で、それはやっぱりあのいわゆる消化促進とか、うん、そっか、色状態をよく保つとかあるんですって。じゃあぜひぜひ皆さんね、胡椒本当に何にかけても美味しいよね。そうなんですよ。って思っちゃうぐらい美味しい。はい、それではしっかりね、ニンニクとお塩とブラックペッパーを揉み込みました。じゃあこれちょっと10分ほど置きます。今日は実はバルサミコ醤油ガーリックペッパー風味でございます。ベースがバルサミコとお醤油なんですね。唐揚げでいう下味ってやつですね。実はね、後で絡めるんです。あ、そうなんですか。はい、そうなんです、そうなんです。下味はもうこの塩だけなんですけど、これは揚げた後に絡めます。んー、はい、ブラックペッパーはなんかね、しっとりしないとつかないんですよ。ほう、揚げただけの唐揚げにブラックペッパーいいでもボロボロ落ちちゃうんで。確かに。なのでちょっと絡めてジューシーでしっとりしたところにブラックペッパーをかけると。はい、しみしみ系唐揚げですね。そうですね。はい、バルサミコは大さじ2。はい、そして蜂蜜、蜂蜜は大さじ1/2。はい、蜂蜜さんの蜂蜜美味しいですね。この蜂蜜、ニンニクを一かけ、ソースにもすりおろします。さあ、さらにこのタレにもしっかりブラックペッパー引きます。スパイシーなね、唐揚げです。 OK です。はい、じゃあよく混ぜ合わせておきます。このね、タレが絡むんですよ。絡んだ後にまたペッパーがいくわけです。はい、ではちょっと油温めましょうか。はい、もうすぐ油が180度に温まります。片栗粉と今日はちょっと小麦粉も入れます。片栗粉だけでもいいですよ、サクッと揚がって。で、今日はちょっとね、タレも絡めますんで1対1ぐらいでいきたいと思います。で、トータル大さじ7とか8ぐらいあれば十分です。もう早速揚げていきます。しっかりね、粉をつけてしっかり叩いてね、揚げていきます。よし、さてと、はい、今唐揚げ揚げておりますが、約5、6分で揚げます。そして余熱で火を入れて最後絡めるっていう。あ、もう一回じゃあフライパンでこうしみしみにして。そうなんですよ、このタレがね絡むんで。なるほど、今日は、一度揚げでいきたいと思います。あれ、そういう中華料理なんだっけ、油淋鶏、そんな感じ。油淋鶏、あ、油淋鶏そんな感じそれ、あれはタレかけんのか。油淋鶏は、油淋鶏は違うよね。あ、でも油淋鶏唐揚げっていうのもあるから、これすごいしみしみになったね。
しみじみになってますか、うん、だからイタリア風油淋鶏風唐揚げってことですね。そうですね、イタリア風油淋鶏唐揚げ中華だよね。もう油淋鶏って入ってる。でも油淋鶏の材料はないですね。ないですかね。ないです。もうバルサミコ醤油ガーリックペッパー風味ですから。さあ、それでは唐揚げがきつね色に上がりました。これも十分ですね。では取り上げていきます。あ、なんかもううっすら衣の下にペッパーが見えてスパイシーで美味しそうです、うん、はい、うん、OK。 では、余熱で火を入れつつフライパンでタレを温めます。はい、それではフライパンに先ほどのバルサミコダレ煮立たせます。はい、いいですね、煮立ってきました。それでは唐揚げを絡めていきます。いい香り、ニンニク効いてます。この色、はい、いいですね。もうタレしっかり鶏肉に絡みました。完成でございます。はい、うん、これは間違いなくご飯に合いますね。これはご飯ですね。ご飯、お酒のお供でございます。そしてここにたっぷりのブラックペッパーをもう一度引きます。たっぷりですね、いいですね。いや、もうこのぐらいいっちゃってください、ほんと。はい、完成です。はい、ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、おいしい。いいですね、ペッパー、これはご飯が進む。ペッパーいいですね。うん、バルサミコ醤油、うん、ほんと最高だね。最高ですよね。まあ、やっぱ酸味がいいですね。酸味がね、ちょっとバルサミコのね、うん、やっぱどっかで油淋鶏を思い、あの、彷彿させるなんか要素ありますよ、やっぱ油淋鶏、好んでしたっけ。甘酢系のね、甘酢のね、ブラックペッパーいいよ、いい仕事するよ、ね、本当に。これはちょっと粗く引いてガリッといきたいです ね、いいブラックペッパー見つけて、はい、やっぱこれはこれでまたテンション上がります。上がります。もうブラックペッパー使える料理何にしようかなと思っちゃうぐらいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。公式 LINE で友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。詳しくは概要欄にリンク貼ってますので、そちらからお友達追加お願いします。さあ、今日のこの油淋鶏の濃いバルサミコ醤油に合わせるワインのポイントは、はい、ちょっとしっかりめのロゼを合わせてみました。ちょっとこうお醤油の風味、赤ワインにすごく合うんですね、うん、で、この酸味、やっぱり白ワインが欲しいんですよ。そのちょうどいいところ、ロゼですね。で、このブラックペッパーが効いたところを、この少しこう風味がある、胡椒の風味なんかと合わせるのが最高でございます。揚げてレモンは白がいいんですけど、うん、絡めてブラックペッパーと赤でもですね。バルサミコですからね。いやー、ワインって本当面白いですね。ということで、我々あのワイン専門チャンネルも、はい、やっております。開通しました。あの、はい、お料理と合わせてワインもいろいろおすすめしておりまして、未知のワインもね、ご紹介しておりますね。はい、我々も楽しくお届けしてますので、皆さん楽しんでいただけると幸いです。はい、はい、あっちもこっちもよろしくお願いします。お願いします。